ついて逃げ出すことができたぞ。ここまで逃げればしばらくは大丈夫じゃな。あ、こんなところにピンクの魚が打ち上げられてる。なんじゃお主は、見ない顔だな。喋った。君大丈夫なの？エラ呼吸的にこの状況は。無礼者、余は王子である。そこらの魚とは違うのだ。そうだったんだ。魚で王子ってことは、タイやヒラメやナマコやウニやウミウシが国民？またも無礼な。世の本当の姿は人間なのだが、魚に変身して身分を隠し、城を抜け出し自由を満喫しておるのじゃ。わかるような、全然わからないような。お主も望めば世のしもべにしてやるぞ。三食昼寝おやつ付きじゃ。ありがたいお話ですが、身の振り方は自分で決めたいと思います。重ね重ね、ブリーナー、世のしもべとなる栄誉を断るとは、世のやんごとなき身分、ぷよ勝負で思い知らせてやろうぞ。おっと、やっぱりそうなるか。それなら早速、何はともあれ、レッツぶよ勝負じゃ。
身分をわきまえろなどとわけのわからぬことばかりガミガミと。通だよ。まったくあやつは何のつもりじゃ。お供のつもりじゃないかな。これからお供がここに来る。世は茂みに隠れておるから、お供には世が海へ逃げたと嘘をつくのだ。嘘はダメだよ。世の命令が危険なのか。ブヨ勝負で勝ったら言う通りにするのじゃ。仕方ないな。行くぞ。ブヨ勝負だ。いるんですのね。おお、お主か。せっかく王子なのにただの魚になるなんて物好きなことですわ。そう言うな。世もつらいのじゃ。何がつらいんですの。世は生まれてこの方富も名誉も思いのままで、地層も衣装も宝石ももう見たくないほど持っていて、毎日贅の限りを尽くしたゴージャスな部屋でただひたすらチヤホヤされてきたのじゃ。なんと退屈な生活。誰にもチヤホヤされない地位も身分も持たぬお主のようなものに憧れて、魚の姿になりやっと自由を手に入れたのだ。生まれつき普通なお主が羨ましいぞ。喧嘩売ってらっしゃるの。黙って聞いてるベラベラと。心の我慢の限界ですわ。贅沢言うな。絶対泣かす。で
ですわ。なの？どうしたのだ？よいしょ。
は満足じゃ。うーへー、まったく何なのじゃ。頭を冷やせ。おっと、こうしている間にもお供が来る。逃げなければさらばじゃ。ここならお供もおらんな。でん、何じゃお主は。通りすがりですが、何か。おう、そうか、世に何か用か。後輩が時々魚を差し入れてくれて、私はそれが大好物です。ほう、それがどうしたのじゃ。煮魚美味しい。何が言いたい。醤油とみりんと生姜を売っているお店、ここら辺にありますか。何かわからぬが、なぜ今それを聞く。鍋はもう持っているので。おっと、失礼、よだれが。もしかしてに煮込まれる。うむむ、世の命に関わる最大のピンチじゃ。ここは不要勝負で撃退じゃ。いざ不要勝負。要は満足じゃ。ノー、この隙に逃げるぞ。さらばじゃ。恐ろしい目にあった。ちょうど良い洞窟を見つけたな。ここなら安心であろう。しばらくここに隠れるぞ。なんだ貴様は。は、人がおったのか。苦しゅうない。よう、ここにかくまうがよい。俺は静寂を愛する闇の魔導士。追われているならかくまってもいいが、静かにしているんだな。うむ、余はマナーを心得ておる。ならば、まあ構わない。ところで、歓迎のハーブティーはまだか。は、尾びれのマッサージも頼むぞ。退屈だな。踊ってみせろ。絵本でもいいぞ。よう、膝に乗せてなでなでしながら読み聞かせるがよい。あー、何様だ。偉そうにするな。偉そうではなく偉いのだ。腹が減った。地層を持て。焼きたてのパイがよい。昼寝の準備も忘れるでないぞ。ふわふわのベッドだ。今すぐ出
ていけ。なの、無礼者。おのれ、叩き出してやる。ぶや勝負じゃ。変わらずお供さんから逃げているんですか。うむ、お供の説教は飽き飽きなのじゃ。それに今回の説教は特別しつこいのだ。何か怒らせるようなことしたんですか。いや、退屈だからお供のベッドにナマコを入れたり、水を飲ませたり、イカスミをかぶせたり、タコを乗せたりしたが、それ以外特に思い浮かばん。それだと思います。王子も王子なんだから、あんまり困らせちゃダメですよ。王子の自覚はありますね。あるといえば嘘になるな。ないんだ。えい、うるさいぞ。お主まで説教を。そんなつもりはないんだけどな。ブレイマナ、よ勝負で黙らせてくれようぞ。困ったな。それでは、いざ強勝負。Yeah.
満足じゃ。あらら、見たか、王子の力。わかりました。でもいつかお供さんと甘いお菓子を食べて仲直りしてくださいね。うむ、まったく何なのじゃ。世は王子であるぞ。どいつもこいつも無礼者じゃ。おお、見つけましたわ。うん、何者じゃ。私は正義の魔導士ウィッチ。先ほどある方にピカピカの真珠をもらい、ピンクの魚を捕まえると約束したものですわ。なんじゃと。お供のやつ、人を使うとは小尺な。聞けばあなた王子って言うじゃない。自由なんて望まないでお城に戻るのが当然ですわ。う、うるさいうるさい。ぷよ勝負で撃退じゃ。おおほほほ、息のよいこと。やるならやりますわよ。いざぷよ勝負じゃ。窮屈な暮らし、おつらかったのですね。おいたわしや。数々のいたずらは王子の苦しみの裏返しだったのですね。お供は反省しました。もうガミガミうるさく言いません。さあ、このお供が自由な旅のお供をいたします。言いにくいのですが、ピンクの魚はさっきそーっと逃げていきましたわよ。